結構私アリスとエンケンさんの足がすっごく好きで、だから結構そのリアクションなんだ。アリスとエンケンさんの足めっちゃ舐め回して見てました。もうじっくりと。これすごい、これすごいですけど。いいですねこれ。これ何ですかこれは、改めてこれちょっと。これあのトムスンが攻めてきた時に、はい、みんなボロボロになりながら撮影してたんですけど、はい、まあ暑くて、あのへばってる時ですね。じゃあちょっとから元気的にちょっとあの七尾さんとかこうピースしてみたけども、はい、みたいな。はい、はあ、手前はもう死んでますね。ごめんなさい、監督の監督なんですか。大島さんもう寝てるじゃないですか。そうですよね、もう全くもう現場中ですよ。すいません、私はもう寝ています。寝てますよ。体力回復。そうですね、はい、あの現場でみんなでこんなことやったなとかって覚えてることあります？こんなことが、まあ、あでもなんかやっぱり糖分が欲しくなってきたので、はいはい、みんなでお菓子交換してました。持ってった。あ、みんなおのおの持ってって。そう、かわいさんグミくれたりとか。あ、そうですか、かわいい、はい、でもなんかあのお菓子を交換してて、私はグミをあげて、大島さんは飴とか飴だそう、ね、ガムをくれたんですけど、はい、七尾さんがあの、はい、小分けのマヌカハニーをくださって、さすがおしゃれだ。おしゃれ。すっごい美味しくいただきました。そうですか、はい、持ってくるものが違かった。そう、違かった。マヌカハニーでした。そうですか。え、あ、これもね、これはあの伝説のポーズを、はい、あのエンケンさんがもう美脚です。すごいですよね。本当に美脚なんですよ。結構私アリスとエンケンさんの足がすっごく好きで、お、結構筋肉質な足がすごい好きなんですよ私。だから結構そのリアクションなんだ。アリスとエンケンさんの足めっちゃ舐め回して見てました。もうじっくりと、はい、じっくりと。足褒められましたよアリスさん。いや、私さっきあの七尾さんの足をしゃがんでずっと見てたんですけど。私、はい、七尾さんの足好きです。お互いに見ていたっていうね。なるほど、わかる。みんなお菓子を交換している。